動画、ジャニーズ解体、動かぬ滝沢秀明、徒米の遺跡は加速する東山社長では変わらない、ジュリー氏の娘がいつか、芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会。10月2日、ジャニー北川氏による性加害問題を受けた約2時間。気になるのは、10月17日付で社名を、スマイルアップ。 に変更するジャニーズ事務所と2023年3月16日に滝沢秀明が設立した株式会社戸ベとの関係だ。トベへの移籍について芸能取材の吸いも甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。芸能評論家見すぎ部、イカ踏みあとタッキー、滝沢秀明の事務所にどれくらい移るのかって話もね。 芸能ジャーナリスト佐々木博之以下佐々木だから離れてくるグループがこの後出てくる可能性はありますよね芸能リポーター安倍かすみ以下安倍そうですね見過ぎすでに元 V6 の三宅健さんとか元キングプリンスの平安紫さんとか神宮寺ゆうたさんとかは合流してるわけですけど安倍さんどうですかね 阿部今回ですね。今月、日系エンタテインメント。日系 BP 社って月1でしたっけ発売は見過ぎ多分そうです。阿部今発売されているものに、まず飛べの皆さん、タレントが今11人いるんですよ。三宅くんから始まって、グループが入ったから7人、さらに若い子、役者がいるんです。 大東さんってたつき、りつきっていうの。子役からやって劇団四季からジャニーズに入ってエンドレスショックとか出てた子なんですけど、すっごい可愛い子なんですよね。